目覚めの時は近い。地上の裏に得体の知れぬ何かが存在したとしても、多くの人が自分とは無縁のものと思うだろう。でも目の前にある現実が全て偽りだったとしたら、今何か言ったか。いらっしゃいませ。兄ちゃん、ふざけてんのか。は、はじゃなくて、一体いつまで入れてんだこれ。とっくに満タン超えてるだろうが。いや、そんなはず。あれ？振動波確認。どっか漏れてんのかな。あ、なんだあれ。こちらナイトレーダー、ターゲット捕捉。こちら CIC、 攻撃レベル C3、 作戦スタート。なんだ？予定通りターゲットをキルポイントに移動。エリア内に有人反応なし。第二種警戒解除。了解。これより最終行動に入る。
動せよ。ターゲット消滅。状況終了。確認しました。37秒後に処理班が到着します。ビーストによる人的被害は？ご心配なく。あとは MP が全て処理しますから。撤収。新種のビーストか。ナメクジ同様、体組織の 95% が水分。しかもこいつエタノールが大好物らしい。それってお酒の主成分でしょ？うん。私酔っ払い大っ嫌い。ガソリンや軽油にも含まれる。だからスタンド遅い。人間を食べた。化け物は化け物、どれも同じよ。副隊長、近く新メンバーの補充があるとかってらしいわね。どうかしました？別に。少しだ。誰でも避けられないミスある。そう落ち込むな。そうだよ、結局無事全員救出できたんだろ。深見分隊長が僕に代わって折れたんです。そう、僕はこの仕事が好きです。でも向いてないのかもしれない。顧問、デスクに届いてたぞ。それってまさか解雇通知とか。でも結局違ったんでしょ？身体検査の通知だった。なんだ。定期検診の結果、再検査の必要があるとかだよ。再検査？僕らの仕事ってよそより健康管理が厳しいから。ならいいけど。ところでさ、ライオンもゾウもキリンもリコが描く動物っていつも家族ばっかりだよね。うん、大学のね、卒生のテーマだから。家族の肖像。家族の肖像か。いつか君の家族も紹介してほしいな。
別に深い意味じゃなくて、ただ一度ぐらい挨拶しといた方がいいかななんて。うん、考えとく。本当？よかった。あ、もうこんな時間だ。僕これからその検査だから。じゃあまた。気をつけてね。時間と場所回ってる。でもいくらなんでもこんな。顧問和樹巡査ですね。はい。私松永と言います。ご一緒にどうぞ。こちらへ。こちらへ。こちらへって、あのちょっと、しばらくの間これお願いします。お願いしますって。あの いいですよ、もう目を開いて結構です。検査ファイル107、事前調査による数値プラス73。データ項目計02から計55までの各反応。 R7 性因子、免疫判定プラス87。ちょっとマイナス0。ちょっとどうしました？ベルトがきついですか？そういうことじゃなくて、あなたたち誰なんですか？ここ一体どこなんですか？ご心配なく、もうすぐ検査は終わります。何の検査ですか？何ですか？何するんですか？今から1週間前、このガソリンスタンドで消息を絶った店員の井端忠さんの行方は依然不明のままです。警察では井端さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるとして、関係者からさらに詳しい事情を聞いて。失礼します。あなたは先日はどう？所長に聞いていると思いますが、顧問巡査、あなたは本日付である組織に移動してもらいます。これが命令書です。 TLT、 ティルト、国家レベルを超え設立された平和維持を目的とした特務機関です。あなたはそこの実動部隊の一員として選ばれた。選ばれたって？警察だけでなく各方面から有能な人材だけを集めた最強の組織です。やりがいはありますよ。何ですかこれ？パルスブレイが優れものです。とりあえず新しい職場へのナビゲーションとして使ってください。あのそれから、今回の移動は極秘事項です。それを忘れずに。レスキュー隊辞めるの？配属先が変わるんだ。
会社の転勤みたいなもん。そう。急なんだけど、今日の夕方行かなくちゃならなくて。だから。デートの約束なら今度ゆっくり見合わせしてもらう。ねえ、それより新しい仕事場ってどんなとこ？それは。今回の移動は極秘事項です。そこも人を救う仕事なんでしょ？多分。ならよかった、顧問君。誰かを助けるために今の仕事選んだんだもんね。ああ、じゃあまた連絡するから。うん。あ、顧問君。え？体に気をつけてね。247にビースト振動波確認。ナイトレーダーにスクランブル要請。第2種で開発で。ナイトレーダースクランブル。ナイトレーダースクランブル。寂しくなるけど、本当に行き先合ってんのかな。この俺に何を望む？エリア付近に別の振動波。間違いない、あれが目覚めたのか。諦めるな。
実なわけがない。振動波レベル低下、ターゲットはすでに消失。とにかく生存者の確保だ。はい。ここで一体何があったの？え？何があったかって聞いてるのよ。それが一つだけ忠告しておくけど、次から自分の命は自分で守りなさい。これが僕と彼女の、そしてあの銀色の巨人との初めての出会いだった。でも僕はこれから待ち受ける驚くべき現実についてまだ何一つ知らずにいた。どうして昨日までは働く現場は戦場です。前にも言ったと思うけど足手まといにならないの。新しいお仕事頑張ってね。